ご視聴ありがとうございます。トロピオツカです。カード1枚を深く掘り下げて語っていくカードリーグへようこそ。今回紹介するカードは果敢な勇士リン・シビー。マスクスブロックがスタンダードにあった環境で席巻し、登場からローテーション落ちするまで長く活躍し続けた秘密を今回はご紹介していきたいと思います。当時皆さんもね、使っていた方もいるんじゃないでしょうか。というわけで早速テキストを読んでいきましょう。果敢な勇士リン・シビーはネメシスで登場した3マナ白の伝説のクリーチャーです。クリーチャータイプにレベルを持っており、ライブラリーからレベルクリーチャーを戦場に出す能力と、墓地にあるレベルクリーチャーをライブラリーに戻す能力を持っています。レベルというのはメルカディアンマスクスで登場したクリーチャータイプ、レベルアップみたいなレベルを想像するかもしれませんが、これは綴りが違い REBEL のレベル、日本語訳にすると反乱者という意味があります。そしてリンシビーは特定のマナコストを支払うことで、ライブラリーからそのマナ総量と同じレベルを呼び出すことができる、いわゆるリクルート能力を持っています。普通のレベルクリーチャーの場合、呼び出したいカードよりも1マナ多くコストを支払わなければいけないのですが、彼女は優秀なレベルの指揮官、払ったマナコストと同じマナ総量のレベルを場に出すことができます。さらに強力なのがもう一つの能力、一度リンシビーが除去されてしまっても他のレベルがライブラリーからもう1枚リンシビーを連れてくれば、墓地のリンシビーを回収することが可能。これによってレベルクリーチャーを半永久的に使い回すことができます。それでは果敢な勇士リンシビーが活躍したデッキを見ていきましょう。リンシビーが活躍したデッキはズバリリベリオン。マスクスブロックを含むスタンダードやマスクスブロック構築で一世を風靡したデッキです。デッキの大半はレベルクリーチャーが占めており、レベルの持つリクルート能力でクリーチャーを大量展開して物量で押し切るウィニーデッキとなります。その強みは手札から唱えるのではなく、起動型能力でクリーチャーを出すため打ち消しでは対処されにくいことと、インスタントタイミングで動けることがあります。またリンシビーの能力で適宜サーチできたり、クリーチャー自身がプロテクションを持っている者もいるなど、その柔軟性も強さの秘密と言えますね。ちなみにメルカディアンマスクス発売当初のリベリオンはリクルートするのに本来のマナ総量よりも1マナ多く支払わないとレベルを場に出せなかったことや、クリーチャー単体が弱いということもあって、カジュアル向けの部族デッキという位置づけのデッキでした。しかしネメシスが発売し、果敢な勇士リンシビーが加わると状況が一変。リンシビーを起点にして除去はもちろん、唱えずに場に出せることからカウンターなどに強い構成となり、環境を席巻する一大勢力となります。ウルザブロックとマスクスブロックがスタンダードだった時期には、栄光の召喚や十字軍などを使って全体を強化したり、ガイアの溶乱の地で潤沢なものを確保したりするタイプが主流になります。そしてウルザズ・デスティニーがトップレアだったマスティカーも採用、これにより除去耐性がありボードコントロール力も高いデッキとなりました。2000年春のインビテーショナルではこのデッキを使ったクリス・ピキラ選手が優勝。ちなみにこの時にインビテーショナルとしてクリス・ピキラ選手をモデルにした翻弄する魔導士がデザインされることとなります。しかしリベリオンが環境を支配するようになってくると、今度は逆風が吹いてくることになります。まず問題となったのがリベリオンのミラーマッチ。当時のレジェンドルールでは同じ名前のレジェンドは戦場に1枚しか出せず、後から出た方は墓地に置かれるというルールだったため、先出しが有利になっていました。ミラーマッチではリンシビーを先に出した方が勝つという状況になったことから、プロフェシーでは反逆者の密告人という対策カードが登場。相手のリンシビーをライブラリーの底に送り、その隙に自分がリンシビーを出すという戦術が捉えられるようになります。さらにウルザブロックがスタンダード落ちし、インベージョンが発売されると選んだクリーチャーを全て破壊し、さらに手札からも捨てさせるサーボの命令という明確な対策カードも登場。加えて多色化が一気に進んだことから、多くのデッキが強力なライバルとして立ちはだかるようになります。そんな中で登場したのが青をタッチしたカウンターレベル。採用するレベルクリーチャーを絞る代わりにカウンター呪文や神の怒りなどの全体除去を搭載。当時メタゲームの中心にあったファイヤーズやマシンヘッドと互角に渡り合います。2000年のプロツアーシカゴではこのカウンターレベルが準優勝。そして優勝はインベージョンで登場したエンチャント破壊兼コンバットトリックの増進衰退を採用したタッチ緑のリベリオン。ファイヤーズや対立デッキというエンチャントを主軸にしたデッキが上位を占める中、それを目立ったレベルデッキが底力を見せつけるという結果になりました。さてここでは果敢な勇士リンシビーにまつわるエピソードを紹介していきましょう。前日のようにリンシビーは登場すると、瞬く間に環境をレベルデッキに変えていきました。そして伝説のクリーチャーであったことが大きな問題となってきます。当時のレジェンドルールでは同名の伝説のカードは戦場に1枚しか置けず、後から出たものは即墓地に置かれるというルールでしたが、これによって先にリンシビーさえ置けば勝てるというゲームが起きるようになりました。もちろん単純に除去するだけでは再び他のレベルがリンシビーを呼び出してしまうため意味がなく、不実
威圧、袖の下などで奪うことでレジェンドルールを使って封じる戦術で対処する方法が多く取られました。そして先出しが圧倒的な有利なレジェンドルールでは先行の有利性を加速させてしまうことになるため、これをきっかけに神側物語ではレジェンドルールが更新されます。ルール変更後は戦場に同盟の伝説のクリーチャーが2枚以上出た場合全て墓地に置かれるという追消滅ルールになりました。スタンダードのレベルデッキは安定性が非常に高く、臨死日は伝説のクリーチャーでありながらレベルデッキでは4枚採用されることになります。そのためネメシスではトップレア、当時は1000円くらいでも高額カードとされていた時代ですが、その中で2000円以上で取引されるほどの人気を誇りました。しかし臨死日の栄光はマスクスブロックのスタンダード落ちとともに去っていきます。その原因として挙げられるのが、レベルがスタンダード落ち後はほとんど強化されなかったという部分、部族デッキはその部族がフィーチャーされないセットでは全く強化されないというのが大きなデッキになって、臨死日とレベルデッキにのしかかります。そしてレベルが登場するのはマスクスブロックと時の螺旋ブロック、強制と第8版と第10版のみ。さらに前日のようにレベルはリクルート能力がある分、能力が弱く設定されていたこともあだとなり、後のセットで登場した強力なクリーチャーたちに対抗するにはどうしても力不足となってしまいます。結果としてレベルデッキは下の環境で使用に耐えうる強さがなく、レベルデッキに特化した能力の臨死ビーも一気に使われなくなってしまうということに。そのため果敢な勇士臨死ビーのシングル価格もスタンダード落ちとともに下がり、ストレージの中で眠っていくことになります。しかし最近では統率戦が人気になってきたり、旧枠の人気カードが注目されるなどしていて、一世を風靡した臨死ビーも店舗大会や統率戦などのカジュアルなデッキの中では見かけるようになります。そんなわけでここでは果敢な勇士臨死ビーを使いたい人に向けて相性のいいカードをいくつかピックアップしていきたいと思います。まず最初に紹介するのが訓練場です。訓練場は青1マナのエンチャント、自分のクリーチャーの起動型能力のコストを最大で2マナ少なくしてくれる能力を持ちます。レベルを大量展開するにはマナが多くかかりますが、この訓練場でマナを減らすことで展開の勢いを上げることが可能。青をタッチすることで渦巻く知識のような当時のカウンターレベルよりも強力な青のカードも採用可能。青が入るのならば時をほぐすもテフェリーの採用も視野に入れられます。さらに多層の戦士で採用が考えられるのが鏡の生態と不確定な船乗りの2枚。鏡の生態は3マナの白のカード、多層を持つためレベルとして扱うことができます。能力は X マナを支払うと自分のコントロールするクリーチャーのパワーとタフネスが X になり、全てのクリーチャータイプを持つというもの。小粒なレベルクリーチャーですが、鏡の生態の能力で大型化して全軍で攻め破るという戦略を取れます。もう一つの不確定な船乗りは白青2マナの多層の戦士。こちらは自分か自分のコントロールするパーマネントが対戦相手の呪文や能力の対象になるたび、相手は1マナ支払わない限りその能力を打ち消すというもの。特にレガシーであればマナがシビアになりやすいため、直後に1マナ余計にかかるとなると大きなテンポロスとなります。2マナと軽量な多層の戦士であるためサーチするのも簡単、強い味方となってくれる1枚ですね。また統率戦で頼りになるのが仮面林の結節点。4マナのアーティファクトで自分のコントロールするクリーチャーと戦場にないクリーチャーカードに全てのクリーチャータイプを与える能力を持ちます。臨死日を統率者にしてこの仮面林の結節点を置けばデッキの中に入っている全てのクリーチャーにアクセスすることが可能。ここから太陽間のヘリオットなどをサーチしてここをバリスタから無限コンボにつなぐこともできますし、革命家超マナをサーチしてその上に最下層民をつければライフを削られて負けることはありません。状況に応じて様々な対応ができるようになるため、果敢な勇士臨死日を統率者にするときはぜひ採用したいですね。というわけで果敢な勇士臨死日を語ってきましたが、いかがでしたでしょうか。ゲームとしてはカジュアル向けのデッキで使われるといった程度ですが、人気自体は非常に高いカードで、ホールともなると非常に高額で取引されます。ちなみに統率者で臨死日を使う場合に僕がおすすめしたいのはハートストーンというカード。こちら訓練場に似た能力になりますが、起動型能力のマナコストを1マナ減らすことができます。訓練場に比べて3マナと重いアーティファクトでありますが、統率者戦では訓練場をデッキに入れることはできないので、このハートストーンをぜひ使ってみてください。というわけで今回は以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけでトロピオツカでした。また次回。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。